どうも皆さんこんにちは、ひとり館です。さて今回は上にね、これクレイマハイストって言うんですけども、引く力でロックされるんですけど、この巻いてあるとこ持ってあると簡単に移動できるっていうね、このクレイマハイストの応用編で新しい結びをね考案したので、これをねご紹介したいと思います。一本の紐でねできるパターンですね。で今から始めますね。まず紐の端を持って、で支柱に対して左側からですね1回かけて、でこれを今1回かけましたね、2回3回とかけます。でその後紐を上から、元紐の上から引っ掛けて折り返した状態で持って、でここでねループができる結びを施すんですよ。でいろんな種類のね結び方があるんですけども、試してみて行き着いたのはクイックヒッチですね。この折り返した紐を人差し指をね押し出すようにしてねじりながらループを一つ作ってあげます。こうですね。でこのできたループに右から出てきた紐を中に入れてあげて、少し引き出してあげます。こうですね。で軽く引き締めて、でこのできたループに先ほど巻いた紐を折り返した状態で中に入れます。こうですね。であとはおのおのの紐を引き締めてやってね、緩まないようにしてやって、でこの結び目がですね、ちゃん向こう側に逃げるように、してやって、ループの一番支点がねこの引っ張ってきたところの角にね来るようにしてセットします。はい、これで完成です。でこちらのねクレイマハイストと構造は一緒なんですけども、こちらのクレイマハイストの場合は紐をね重ねて輪っかにしてね、で結んでいるパターンになるんですよね。詳しい結び方は過去に紹介してますので、こちらを知りたい方は下の概要欄にリンク貼ってますので、そちらを見てくださいね。ただ日常使いでこのクレイマハイストをするために紐を切ってループを作るっていう機会はなくて、僕の場合ですね、むしろ一本の紐をね一時的にその使いたい時に使うことが多いんですよ。長い紐、そのために切るっていうのがねどうも嫌やったから、既存のロープワークを使用しながら応用して作ったロープワークで、他のチャンネルでもこう全くね同じ構造の結びは紹介されていないと思うので、一応命名しておきたいと思いますね。はい、親方フリクションヒッチという名前で親しんでいただけたらと思います。でクイックヒッチなので、これ最大の利点はね、ここを引いてやると一発解除ができるっていう、そういうメリットがありますね。でこういうフリクションフリクション系ね、抵抗で巻く抵抗で止めるっていうのは、他にもプルージックとか、あとファリモンドフリクションヒッチとかね、便利な結びもあるんですけど、その一つのねファリモンドフリクションヒッチ、これも知りたい方は下の概要欄にリンク貼ってるのでまた見てください、ね。あれはね、紐に対して抵抗を出すのはすごくいいんですけど、こういうちょっと太い支柱になってくると不向きなんですよ。どういうことかっていうと、結び方はさておき、どういう現象が起きるのかだけちょっとお見せしますとね、中に3周回して、で折り返して結ぶわけ、これでできるでしょ。これがファリモンドフリクションヒッチなんですけど、ここのね支柱が太くなると、ここのかかりがねちょっと浅くなって、簡単にこうやってもげ取れてしまうんですよ。だから細い紐とか、この紐の径に対してですよ、同等クラスのものに対しては強度を発揮するんですけど、太
太い支柱に対してはファリモンドフリクションヒッチはちょっと不向きだなということで、じゃあどうしたらいいかっていうので考えたのが始まりやったんですよ。でいろんな動画を見てたらね、実はあの海外の YouTuber の方でね、まあ、似たような構造の、 結びを紹介してたんですよ。でその方がやってらしたのはまあ、こうしてほんで返すでしょう、まあ、僕の場合上からかけて返したけど結びの関係ね、下からかけて確かに返して裏へ回して返して裏へ回してでこのね中に差し込んで結んでたのかな、多分こうやったと思う、そしたら引く力でねここがね挟み込まれて、でこれが端の紐がね抜けにくいっていうということでやってたんですけど、引く分にはいいんですけど、多分ねこれ何度もこうやってね引き直したりしてるとね、だんだんここが逃げてくるんですよね、こうね。で最終的にはこれがこうスポッて抜けてしまうことがあったら取れちゃうので、やっぱり結びを施した方がいいなって、思ったんですよね。でカルミックループとかね、まあループを作る、かけてからですよ、紐にかけてから結ぶループを作る結びはいくつかあって、ね逆もやいとかね、カルミックループとか思ったんですけど、解除することを思ったらやっぱりクイックヒッチの方がね一発解除できるんで、逆もやいとあとカルミックループもちょっと試してみたんですけどね、引っかかるんですよねどっちも、まあ、そういうことで行き着いたのはこのクイックヒッチでした。はい、じゃあ今回はこの支柱に対してね引っ張った後もある、でも巻いてあるとこ持ってあったら自由に移動できる、でかつ一本の紐でねこのクレームハイストに似たような構造でできる親方フリクションヒッチをご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。